こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はテメケラに行ってきました。今日はね、そんな内容でお伝えしたいと思います。本当にね、素敵な街テメケラなんですけれども、今向かっているのは、ワインヤードですね、ウィルソンクリークワイナリー&ワインヤード、まあ、そういったねところで、まあ、今までねこの辺にあるそのワイナリーですよね、いろいろね行ったんですけれども、今回はねこのウィルソンクリークというところに、ね、行ってみることにしました。で、まあ、ここはね今回初めてなんですけれども、スパークリングワインがねなんか結構充実しているというか面白いということなので、まあね、それをね買いにこちらの方に来てみました。で、まあ、普通スパークリングワインって言えば、まあ、赤とかロゼとか、まあ、ホワイトとかそんなんだと思うんですかね。でそれにいろいろフレーバーを入れている、そんなところだったので、ここを選んでみました。場所の方は、ロサンゼルスから1時間半ぐらいのところにあります。まあ、非常にね、近くてですね、この場所っていうのは、まあ、ロサンゼルスに住んでいる方であれば、よくね、結婚式でこのワインヤードを使ってらっしゃる方っていうのは結構いるようですよね。まあね、そんなね、非常に素敵な街です。本当にね、我々はここいいなっていうふうに思っているんですけれどもね、なかなか夏はね暑くて冬は寒いっていう、まあ言ってみれば、まあちょっと、縦になるかどうか難しいですけどね、甲府市みたいな感じですかね、東京から思えばね、そんなようなね、まあ、ところで、ここではねワインをたくさんね作っているワイナリーというのがたくさんあって、まあ、その一つとしてね、前回はねキャラウェイというのをご紹介しましたが、今回はこのウィルソンクリーク、これをねご紹介したいと思います。でね、中入るとね、まだ11時ぐらいだったんですかね、なもんですからね、人はそれほどいなかったです。なかなかね素晴らしい場所だなと思います。でもちろんここではねワインテイスティングとか、確かね20ドルぐらいで4種類か5種類飲むこともできたんじゃないかなと思うんですけどね。こちらはね、実際に、このブドウがね植わっている畑になるわけですけれども、5月ですからね、実際にブドウの収穫っていうのは、秋ですからね、今ちょうどね葉がついて、そしてね花がちょっと咲いた後ぐらいな感じですね。これからね夏から秋にかけてこれがどんどんブドウとして育っていって、まあ、それを収穫して、まあ、今年のねワインができるという、そんなようなねところだと思います。でここはね、まあ、観光も含めてワイナリーいろいろやってらっしゃるので、こうやってね中まで普通にね歩いて入ってもいいという、非常に寛大ですよね。よくねこの辺で結婚式もね何かやられてるっていうのもよく写真で見ますね。まあね、ロサンゼルスから1時間半のところなのでね、たくさんの方は招いてって言ってもね、そんなに苦になる場所じゃないんですよね。飛行機乗ってどこかっていうとちょっと大変ですけれども、まあそういう意味でね、このテメキュラというところがね非常に素晴らしい場所だと思います。実際はね本当はワインテイスティングでもしたいところなんですが、まだ車も運転しますのでね、やはりそれがちょっとまずいだろうということで、今回はねここで、立ったのはフレーバーとしてですね、アーモンドが有名だっていうことなんでね、
ちょっとね、アーモンド味というんですかね、アーモンド入ってるのかちょっとわかんないですけどもね、それをね、買ってみました。で、その他にね、スイカとか、レモンとか、いろいろあるんですよ。もう何を買っていいか迷っちゃうしね、またね、個人用に、プレゼント用にラベルも作ってくれたりしてね、まあ結構ね、いろいろなことがね、していただける、本当素晴らしいね。ウィルソンクリークワイナリー&ワインハウスでした。さてね、ここでいろいろと見てですね、なんとなくリッチな気分になりましたのでね、これからね、この道を走って、オールドタウンの方に向かおうと思うんですが、これがね、ワイン街道というんですかね、ここでいるね、この道の両側にはたくさんのワイナリーがあります。まあね、今回はね、一軒だけだったんですよね。前回も一軒だけ。まあ少しずつね、何回もここは来るところなので、まあ、ご紹介少しずつできたらいいかな、なんていうふうに思います。さてね、オールドタウンの方に近づいてまいりました。これはね、オールドタウンは、フリーウェイ15号ですね。15号のね、すぐ脇にありまして、まあ、我々としてはすごくね、いい感じの場所だと思うんですよね。そんなにね、オールドタウン大きい場所ではないんですけれども、なかなかね、いろいろレストランがあったり、それからお店、があったりと、なかなかね、素敵なお店がいっぱいありますよね。そんなね、まあ、ヒストリカルなね、まあ、素晴らしい、オールドタウンじゃないかなと、いうふうに我々は思っています。まあ先ほどね、ワイナリーからまあ15分ぐらいのところですね。まあ、昔はね、ここもね、ヒストリカルな、まあ、場所であったと思うんですけれども、まあそこにね、こういった、まあ小さい町ではあるんですけれども、オールドタウンですね。ああ、町自身はでかいですけどね。オールドタウン自身は小さい場所ではあるんですけれども、なかなかね、いい感じだなというふうに思います。今ね、前方に見えてるのがね、ここね、テメキュラのオールドタウンのちょうどゲートになりまして、ここを入っていくと、こういったね、すごく、まあ、レトロな感じのね、建物がこれからいくつかありまして、そしてね、右左にはレストランがあって、まあ今ね、COVID-19 で前回来た時はね、もうほとんど中じゃなくて外で、まあ、食事をするという感じで、やっておりましたが、今はね、中でも OK ですし、もちろん外の席もね、使えるようになっています。まあね、この辺、ちょうど食事の時間なのでね、なんか食事でも食べようかなと思って、いろいろ歩いて、まあ、このお店をね、見ながら、どこがいいかなと思ったんですが、これがね、我々老人には辛いんですよ。こうね、とにかく塩分が強い。何を食べても塩分が強い。でね、結局食べたと体が悪くなるので、気があんまりね、アメリカ系のものがちょっと食べられないということでね、まあ、イタリア系のものであればいいんじゃないかなと思って、イタリア料理店探しても結局1軒ぐらいしかなくて、まあ、携帯のインターネットでね、メニューを見たら全部イタリア語だったんでわからないと。まあ、これが多分こうなんだろうな、ああなんだろうな、なんて言ってる間にね、どれにしようということでね、わけがわからず、結局ね、ここをね、行って帰って歩いて行ったという、そんな状況であります。まあね、こういうところを来るとね、大概、ハンバーガーだと思うんですよね。ハンバーガー結構ね、デカめで、分厚いハンバーガーにフレンチフライがついて、まあ、それになんか飲み物、レモネードで、どんどんね、リフィルをしてなんていうような、そんなね、感じになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。ご覧のようにね、すごくね、いい感じの街ですよね。今までいろいろ我々もご紹介してきた、そのヒストリカルなね、アメリカの田舎町。まあ、どちらかというと観光に力を入れてるんでね。まあ、ちょっ
と言い方は変な、ちょっとあれかもしれないんですけど、ちょっと小綺麗ではありますよね。本当にね、ルート66みたいなヒストリカルオールドタウンっていうとね、本当に小汚いところいっぱいあるんですけれども、やっぱりね、ここはね、かなり観光に力を入れてると思いますのでね、なかなかね、素敵なお店いっぱいあります。まあね、ちょっと昼前でしたんでね、まあここでねウォーキングしました。ただね、今ね温度が暑いんですよ。もうちょっと30度を超えてましてね、冒頭にも言った通り、このテメキュラというのは、まあ、ちょっと甲府盆地とはちょっと違うんですがね、まあ冬は寒くて夏は暑いというね、ところであります。まあね、以前ね、2年前ぐらいね、本当にねここにね家を、まあ、買おうかなと思ったこともあったぐらいで、随分ねいろいろ家を見ました。だけどね、このね、住宅価格 COVID-19 になってね一気に上がったもんですからね、やはりちょっとその夢は叶わずということでね、ただね、やっぱり暑くて寒いっていうのはやっぱり辛いですよね。それからね、日本食の店がねあんまりない。食材はね、我々今住んでる1時間半先に行くか、それから、サンディエゴの方にね1時間程度行くかじゃないとね、日本の食材は手に入らないのでね、まあここはねやっぱり観光で来る場所ですね。住む場所ってなるとまた話はね別になるんじゃないかななんていうふうに思います。でもね、本当にね大好きな場所です、テメキュラ。これからもね結構来ると思いますのでね、この街のご紹介をねしていきたいと思います。まあ、特にね、ワイナリーの紹介はね、これから何回かできるかと思いますのでね、ぜひねワインの好きな人はね、もしアメリカに来るチャンスがあったら、ぜひロサンゼルスに来たらですね、こちらの方にね来たらいいんじゃないかなっていう、そんなね素敵な街テメキュラでありました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。